こんにちは、ゲームイズピロザベスです。はい、皆さんこんにちはです。というわけで今回ちょっとねエリザベス重心化とエスカノール一緒に使っていこうかなと思って、つくみゼロを着ております。ちょっとブリッター引っ張るか。加速ありますか。加速もあるから。うわ、火かっけえな。火のグリッターマジかっこいい。うん、本当に綺麗。人は言えどね、これも全属セキュラ乗ってるんで闇量も多少はダメージも伸びますよ。まずエスカノールからいきますけれども、反射パワーアジント、ラビティが超アンチワープ無属性耐性全属性キラーにゲージでアンチブロックとアンチ減速壁とダッシュついております。で、セスが自強化と近くの敵にクルエルさんを投げつける19ターンの、27ターンで、友情コンボがグリッターボールと白爆発 EL ですね。ついています。で、今2体入れておりますエリザベスが、こちらですね、貫通スピードアジント、アビリティがマインスイーパーアンチダメージオール、ゲージでアンチブロックと火力 MSS ターンチャージについております。 SS が自強化とさらに停止後に味方の HP を回復して状態上回復、魔法陣効果解除、さらに敵の攻防アップを打ち消しますよと。12ターンの24ターン友情コンボが回復弾と加速ついております。天候にはないリザルスマジで。マインスイーパーブロックに回復 M は優秀だよな。これは腐らないだろうな、エリザベスは。エリザベスはちょっと長生きしそうっすね。長生きしそう、本当に。エスカも爆発 EL 今の環境で持ってるのはすげえ優秀っすよね。連続性キャラで自分でダメージも出せるし、SS もまあぼちぼち強い。そう。プラス、まあ一応これワープブロックに減速壁も持ってますから。エレンが泣いてるよ、本当に。あいつはいいよ。連続性キャラいいな、本当。連続性キャラパワー型につくとやっぱ、多少、少ない殴りでもやってますので、でエスカノールに関しては、まあ、もうみんな知ってると思うんですけど隠し仕様があって、うん、これさっき確かに出てたのかな。出た。あ、出た。はい、一番最初出てましたね。多分この動画の中には映ってないかもしれない。その後に挨拶してたんで、うん、一番最初にクエスト入った時に赤く光がまとうんですけど、はい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 、演出としてその時はあの、まあ、原作でね、あの昼間だけ強くなるっていうそのエスカノールの再現があって、うん、ステータスがちょっと上昇しているよと。 1.05 倍かな、時間殴れた火力がねちょっと上がっていますよ。おまけ程度だと思うんですけど、うん、まあいいですよね、原作再現って意味では。でちなみに今これ5ジャンガーに撮ってるんですけど、夕方の、うん、6時ぐらいになくなるみたいです。なくなるし、だからギリギリね今パワーアップ状態です。そうっすね。こっちなんだ SS メザホスもうフォーミング入って強くね。メザホス久々にあのレーザーのフォーミング見たら、いけ久々にこれ撃つかか、まあ、ちょっと俺溜まってるんで、うん、回復の方打ってもいいです。ああ確かにね、うん、それいいね。こいつはじゃあちょっとあれしますかね。どれぐらい回復できるのか見てみよう。お、いいっすね、ボス回復するんで。でも確か2段階目めっちゃ回復してたんだよね、エリザベス。うん、じゃあこれちょっとヒーリングゴール触れない方向でいきますわ。 OK、 横でいきます。めちゃくちゃ回復してましたね、これ倒す。あ、9万だは9万いや、弱っ。自走え自走ね、1.4倍。あ、1.4 入ってんだ、これでも、うん、あ、すごい、うん、あ、これ全体なんだ。ほぼ全開だね。あ、もうこれあれなんだね、範囲ないんだね、もうマジあれだね、セーラームーンの本当に。あ、ガチで範囲ないんだ、これ俺範囲あると思ってた、ある程度は。なんだ、じゃあ今弱点よくは強かった。お、グリッター触る、これいいな。おっしゃ、わグリッター見るか。加速でグリッターむずいな。いやー、てかリザベスも超戦型いきたいね。超戦型、ね、超スピードあるから。ナイス。おお、出るね、やっぱ出る。パワー型といえどこいつ強えね、スカノール。マジスカノールいいっすね。いいね、せん、うん、今回急にまたなんか近くの敵になっちゃったんだよね。近くの敵に系になっちゃったんですよ。最初に触れたのが今回ないよね、一つもないか、うん、アチャゲンの方だと。氷はまだ全部ね下がってないんですけど、これはもう持っていくんじゃない。やばい。ああ、左手置きたかったわ。おお、190万だけど持ってた。クリッターいいな。こいつも受けるとこ多いよな。なんか
隠し仕様をまあ差し置いといても結構強い性能してますよね、ですからね。ですからやっぱ飛行これ、さすがに本当に今回普通に2段目でできたやつも魅力的なやつ多いなぁ。おお敵弱すぎだろ。弱い弱い。今持ってきたは思わんかった。思わんかったけど、ヒットまでこんな低いのこう。まあ毎回低いよね、確かに。あのつくゼロのボス1ボスになんかやっぱね回復してるからなんか多いイメージあるけど、でも1体でこれ考えると全然2体詰めるな。まあ全然いいっすね、エスカノールも。バスゲで打つか。天竺セキュラだもんな、2体目でしょこれ。キラーについで2体目コラボだね。コラボですね。ワンパースんじゃないのね。だうんだよね。いやいいな、これマジてかいいな。単茶しよう。どうしよう。単茶もあります。あ、エリザベスになってる。あ、なったなったなった。お、砂の時計でかいや。また2回やってる。2回やってる。これ回復できるな。1段階目は何歩回復する？1段階目が、確かにさっきのみたいな半分くらいだった感じだったかな。4、5万くらいいきます。強くいった。エリザベスの1段階目がで、そうね、4万5000。で、自強化が 1.2 倍。うん、だから結構1段階目の全然打てますね。12ターンだしね。十分打てますね。これ倒さない方がいいな。任せろ。いけ。便利だ。強い。倒してないんだけど。強いしょ。いきます、じゃあ。フレルさん。これまだちょっとあれなのかな、不具合治ってないのかな、どうなんだろう。自走しないやつ。自走がね、スピードが上がってないみたいな。近くの。お、あ、入んねえか。来た。熱いな、これ。これまあ動画頑張っても加速踏んじゃうけど、まあしょうがない、しょうがないか、これはね。それ追撃みたいっすよ。上がっていこう。うん、だから追撃だけにするか。頑張っていけるか。うまく横断できたら追撃だけ。ああ、自走してんのかな、どうなんだろう。どうなんだろうね。あ、止まりそう。いいね、 OK。 あ、弱点はじゃないけど、はい。あ、でも真ん中行ったな。普通に強えな。え、なんかこれ全体でしょ、だってこの後突撃ね。てか判定なかったね。ってことはこれ弱点打たなくてもいいってことか。ボスさえ近くに置けばいいってこと。そう、そうね、近くで行って爆発した後に判定があったから。なるほどなるほど。眩しい眩しい。そう、太陽、太陽自体が190万ぐらいね、2段階に出て、芝爆発で24万ぐらい全体で。エスカノールっぽいな。いいなこれ。いいっすね、雑魚処理もできて、火力も出せて、整地もできるみたいな感じで。なんか、悟空じゃねえや、ゴンみたいな使い方できるの。ゴンの、そうだね、なんか自走版みたいな感じするよね。自走しながら、最後誰にやっても一応全体入るみたいな。その全体の部分がどれぐらいか、今ちょっと雑魚いなかったから分かんなかったけど。しかも友情拾ってくれるからね、今ロックオンで。はい、まあ、SS から見るに超パワーにするメリットはそこまで大きくないのかなっていうあれはあるけど、なんか全属性キラーがなんかあるから最初の一発の強化できるっていうのは結構なんか魅力に感じちゃうとかある。超ワープも塗りますからね。まあパワーってつけるやついないし、適当につけていいと思いますけど、ただ別にその線形のショット全部できるやつしかないから、ゲリラ待ちっすね。いや、そうそうね、ゲリラ待ちっすね。こいつだけのために超パワーつけるっていうのはちょっと急に足りなくなったからな。パンチはパンチブロックか。まあ、減速壁もあるんだね。そうっすね、減速壁が意外と少ねえな。少ねえし、メンツがすごい。エレンとハマんのかな。か、俺エレン持ってんだっけ。持ってなかったっけ。これエレン持ってるっけ。ここなんかアザトースがいるのいいな。あ、持ってるわ。アンチブロックアンチ減速壁ね。これは…太刀打ちの仕方が違いますからね。なんか違う。どっちかというとアザトースが暴れやすいためにこいつの SS 整地するみたいな感じになりそうですよね。で、グリッターも運が良ければ引っ張れますよみたいな。ブロックは
ップでもなんか、なんか面白いです。ここなんかこれっていうやつはなんかいそうでいない感じだね、うん、こいつが噛んでるところは。そうですね、なんかピンポイントで使われるときに選ばれそうなキャラがあるけど、どっち持った方がいいんだろうね、遊撃か怪奇かね。これ人によりそうっすね、これ本当どっちな、うん、まあ即殺欲しいですけどね、うん、まあね、片っぽがね確かに爆発だから、白爆発だから、うん、グリッターしかちょっとね恩恵がないっていうところは。いやこれ超砲撃と合わせられるの超いいな、うん、白枠イエルはこの組み合わせは本当にでもいい、うん、急に火も白枠イエル枠ができたな。そしてはい、エリザベス、まあ、ちょっと攻撃力はね自身のはちょっと低いかなっていう感じは、うん、今だとねするかもしれないけど、うん、まあそれを補った割あるもう汎用性と、うん、加速、圧倒的サポート、うん、こいつはもう過激は一回捨ててなんか平面照明とかそういう系の あれにした方がいいかなと思いますね。でこいつ連れていくってことはなんかまあスピードアップが必要になってくるか、この SS の特殊効果が使われる時なんで、うん、結構速殺とかもありかなと思ってたんですけど、うん、うん、まあなんか今最近なんか速殺もあんまなんで、正直前ほど周回キャラじゃないからね、うん、過激盛る人もいれば平面照明とかやる人もいればって感じだね。何がいいんだろう、結構迷う。超スピード相性いいっすね、うん、めっちゃ。でも過激は確かにな、これ持ってもそんなって感じは本当に、うん、使い方がね、友情もまあ絶対ないだろうしね、まあ、多分長距離にハマるなら過激結構大事になると思うけど、あ、まあ、それ以上に平面照明が1回3万は超えてもいいかもね、うん、確かにね。だね、明石行ったらまあ動撃照明平明とか、うん、そういうのもありかもしんないけど、てかそうださっきもね回復 M 地味に効いてたかもしんないですね普通にね、うん、回復 M は十分いいですね、うん、ただまあ SS とは回復するからな間違いない、うん、でもそれ言えば1段階目でも回復 M ちゃんと発動すれば回復 M とあれでいけるよね、うん、2万3000プラス4万5000のやつで6万7万ぐらい回復できるから相当強いよな1段階目の。回復 M は違えか、うん、あれはでもほんとそうだね、あのなん臨機応変にマジ対応できる、うん、普通に回復できるからなんか1段階目でガンガン使っていくような感じになりそう、こんなんだとかだよね、うん、いいんじゃないですかね、こいつも、うん、なかなかこれはまあ長生きしそうな当たりって感じ、長生きするね、これ、うん、1本いたら助かるみたいな滞在キャラです、うん、爆発にしちゃったでも回復弾片っぽ、うん、そしたら結構強かったなと、回復弾は確かにな、うん、これってやっぱ回復するんだ、しますね、原作再現なんだ。原作再現はまあ結構回復なんですけど、うんうん、SS がまんまっすね。あ、なるほど。あの光のやつとか。安らかな、うん。結構最初の方に一回目覚めた時にやったかな、うん。確かみんな回復した気がするな。何がつくのかちょっと難しかったかもしれんけど。うん、面白いですね。今ある状態上全部回復してくれるからね。うん、状態上回復。うん。法人攻撃解除。攻撃防御アップを打ち消すもん。なんか刺さりそうっすね。いやーこれもね、いやらしい、なんかそうだよね、いやらしいゲームだ、金だとね、セリアーデ的ななんかああいうのとかあったりして、ね、はい、というわけで、まあ、今回一応ねガッチャンコでエリザベスとエスカノールも弾けましたんで、うん、一緒に使ってまいりましたけれども、うん、まあそこでも強かったとかここでも強かった、まあ特にエリザベスとかは近畿町の人はね多いのかなっていう感じはしますし、エスカノールとかもお金で使われる方もかなりね、あると思いますんで、そういうのコメント欄にもぜひお願いします。お願いします。いや、でもこの、本当この進化前の勲章欲しいなって人は、とにかくお願いします。じゃあ今回もゲームラジオ5からお送りしました。ピロトレッシュでしょ。シロでした。ご視聴ありがとうございました。